ねえ、ともちゃん、どうしよっか。時間とか待ち合わせ場所とか。まさか忘れちゃったわけじゃないでしょうね。映画だよ。映画行く約束したじゃない。一緒に見に行くってことになったでしょ。そっくに終わったじゃない。そりゃそうだけど。そっか。でも、なんかともちゃん、ともちゃん、嬉しそうだよね。本当はあんまり行きたくなかった？無理してたんでしょ？なんか二度と誘わないもん。ビーだ。何ボケーと突っ立ってるの。早くしないと遅刻しちゃうよ。ともちゃん、今日の放課後、いよいよ追試だね。どう？大丈夫そう？そっか。頑張ってね、ともちゃん。わからないところがあったら何でも聞いて。これでも少しは役に立つと思うから。って言ってもあと8時間ぐらいしかないけどね。もう、なんか今日のともちゃん、いつもとちょっと違うよね。いけそうなオーラみたいなのがにじみ出てるもん。
少し安心したよ。え、なになに？もちろん。どうしたの？大丈夫？どっか痛いの？心配するな。大丈夫だ。どこも痛くないって、全然そんな風には見えないけど。あのね、ともちゃん、その。お、バカともや。バカじゃないって？さて、どうだかな？疑わしいぜ。トモヤなら微分のことをビーフンだと勘違いしてても不思議じゃない。しかもこれから通知だってやつが否定したところで説得力がなさすぎるぜ、トモヤ。また今度にするね。あれ、ひょっとして俺には聞かれたくない話だった？ううん。全然そんなことないよ。だからいいって、いいって。今度話すから。ということで、ゆえは実行委員の打ち合わせがあるから行くね。ともちゃん。
りゃ絶対になんかあるぜ。そうだな、抽象的に言えば伝えたいのに伝えられない葛藤みたいなやつだよ。うん、例えばこんなことを実は言おうとしていたのかもしれないぞ。ゆえ、本当はね、まだ大人になりきれないでいるの、なんてな。奥歯の乳歯が未だに永久歯に生え変わらないんだよって。おいおい、歯に受けんなよ、冗談だ冗談。しちゃったんだよ。普段の智也だったらこんなことを絶対真に受けたりなんかしねえじゃねえか。ま、とりあえずこの件に関してはこれ以上俺は何も言及しないでおくよ。智也の想像に任せる。二度とその話題には触れないって約束したことだしな。さてっと、俺もそろそろ帰るとするかな。
あれ、今日はゆえちゃんと一緒じゃねえの？え、なんでまた。